これだけの時が過ぎた今、またあの金の音を聞けるなんて思ってもみなかった。サラはあなたを締め出そうと必死だったけれど、なんだかんだと方法を見つけて、結局は入ってしまったわね。夜明けに鐘を鳴らしてサラを叩き起こしたり。調子はどうだ、ボス。やろ。君は次にこう言う。ありがとう、トニー。仕事を持ってきてくれたのか。それで家事仕事には慣れているのか。スーツを着てやった方が良さそうに思えるが。僕のスーツはどうやって作ったと思う、ドーク。決め手はレンマ炉の火だ。研究は順調だが、もう少し時間が欲しい。コイルを見つけたら、ここに送ってくれ。
戦いの前はつい陳腐な励ましを口にしたくなるの。どう？予言に抗う用意はいい？